ジャクサが開発した小型探査機スリムが今日未明。日本で初めて月面に着陸しました。世界では旧ソ連。アメリカ、中国、インドに続き5カ国目となります。スリムは予定通り。今日午前零時頃に最終降下を始め。およそ20分後に赤道南側にある。三木の海のクレーター付近に着陸しました。今回は。 狙った場所から100メートル以内にピンポイント着陸させる世界でも前例のない技術実証が目的でした。ただし太陽電池の発電ができていないという状況が今あの確認されております。着陸後は太陽電池で発電できておらずバッテリーだけでは数時間の運用に限られるため計画通りの調査やデータ取得はできない可能性があります。 まあギリギリ合格の60点というふうにさせていただきたいと思います。